大館市立総合病院は、秋田県大館市豊町にある病院である。略称は、市立病院。敷地内に、大館市休日夜間休館センターを併設する。大館市の中心部に位置し、大館市が運営している。大館市のすべての路線バスが、敷地内のロータリーに停車する、大館市の交通の、要、バスターミナルにもなっている。診療券には、大館市のほか 和ズ市、氏、カ郡小坂町が含まれ、病院間紛争による北秋田二次医療圏の北秋田市民病院からの患者の受け入れも年々増加している。外来は医師不足のため一次医療を行っておらず、紹介状による二次医療と救急に特化している。やむを得ず一次医療を受ける場合は、保険外併用療養費が必要である。なお、 弘前大学と東病院とは2009年から医師の確保と高度な専門技術の習得のため協定しているほか入院患者の症状悪化などの場合は高度救命救急センターのある弘前大学医学部付属病院へドクターヘリによる搬送を行うなど連携を行っている2012年4月1日からは院内感染など不要意な感染を防止するため 病院側が特に認めた場合以外は入院患者への面会が禁止となり面会を許可された場合でもマスクの着用が義務続けられている2012年4月1日現在の病床数精神病床数は2011年度110床だったが2012年度より60床に減油化した専門医の人数は秋田医療情報ネットワークが公開している数値による 他大館市休日夜間休館センターは、大館市立総合病院の敷地内の東側駐車場に隣接し、休日と夜間のみ、軽度の救急患者を診療する診療所である。大館市が費用を負担し、大館市休日夜間休館センター運営委員会が運営する。救急診療が必要な場合で、市内の病院、診療所の診療時間外のうち夜間及び日曜、 祝日の日中は、当センターで診療する。診療時間内でも、救急車で搬送された場合や他の医療機関からの、紹介、自備院校科、眼科、産婦人科、精神科を受診する場合は、大館市立総合病院で診療する。年間を通して、夜間22時までと、日曜、祝日、年末年始の日中だけ受診できる。 受付時間はそれぞれ診療時間が終了する15分前までである。休日夜間休館センターの診療時間中は近くの国道7号沿いに秋田県薬剤師会が運営する海営休日夜間薬局が営業している。大立市休日夜間休館センターで処方された薬は多くの場合ここで受け取ることになる。大立市休日夜間休館センター運営委員会は 大館市から移植の上で、医師、薬剤師、消防署員の11名で構成される。2014年度の会長は、大館北秋田医師会副会長、副会長には、大館市立総合病院長が就任した。センターの医師は、輪番制で、大館北秋田医師会、大館市立総合病院、大館市立宣伝病院。 秋田労災病院から派遣されており、看護師は二人一組の9人体制で行っており、2014年度中に10人体制に増員した。病院敷地内のロータリーにバス専用レーンを設け、市立病院前バス停を設置している。大館市内を発着する路線バスと循環バス、コミュニティバスは必ず停車し、リムジンバスは国道7号沿いのバス停に停車する。なお、 リムジンバス以外は、中北バスが運行し、リムジンバスは、中北タクシーが運行している。大館市休日や間休館センターに関するカテゴリー、ありがとうございます。